皆さんこんにちは、こんばんは、おはようございます。国でございます。ということで、現在は大阪メトロ中央線の朝塩橋駅にやってまいりました。中央線といえば最近日本鉄系が運転を開始いたしましたが、今回はそちらが来るまで耐久ということでやっていきたいと思います。さあ、あちらが回送が来てちょっとビビったんですけど、まあ大丈夫でしたね。あちら3番 AK、 昨年より運転を開始した列車ですね。いやー、よかったな。まあ、あちらも新車っちゃ新車ですけども、あちらは万博が終わりますと谷町線の方に転属するということで、おお、これラスナウか、ラスナウではないのか、試運転ということで新しいやつですね。現状ラスナウなのかもしれないな、もしかしたら。おお、ミスター模様がすごく目立ちますね。こちらの車両、中央線とは思えないラインカラーです。黄色って、大阪メトロに黄色の路線はありません。で、どうやって撮ってんじゃん、出て撮ってんじゃん、ここ。朝塩橋と言ったら、やっぱ反対側の、こちらのカーブを思い浮かべる方が多いと思うんですけども、まあ私、YouTube こうやって喋ってますから、それで変態と思われないようにちょっと人がいないこちらの方まで来ましたけども。帰ってるわ。端っこに帰ってるわ、端っか。歩いて途中なんか来ましたよ。じゃあ近鉄の車のクラクションみたいな音が鳴りましたね。7000件のセカンドナンバーですが、こちら中には試作車が入っておりまして、なぜか僕なんじゃないんですけども、こちら奇数番号偶数番号でモーターが違いますから、それが関係しているんですよね。反対側3万 AK 400件なかなか来ないですね。今日運用入ってなかったら笑うな。時間は結構ありますので、今回はあえてツイッターの目撃情報はなしで行った方がいいと思いますね。ちょっと調べちゃったらあんま面白くないですからね。そしてこちらの隣には大阪港駅、名前の通り大阪港だったり、そしてなんだっけ、天保山だっけな、なんか一番低い山が、かつて一番低かった山とかがありまして、あちらには観覧車ですね。そしてあの観覧車の時には海遊館もありまして、結構施設というのは、たくさんある印象ですね。というか400系が運転開始した時は結構ごった返していたそうですけども、もう現在平日というのもありますけども、このようにもう撮り鉄の姿は一面もありません。いや、もう独占できますよ。 YouTube 向きですね、私知らんけど。奥の方からは近鉄の車両です。残念ながら近鉄でしたね。400系はいつ来るんでしょうか。はい、クラクション。こちらは車の LED に乾燥されているやつですね。じゃあこの絵書いてありますけど、近鉄の車両ということで、ジョイント音うるせえなっていうのを第3基準でバチバチ出てきて、うるせえな、近づいたから知らないわ。おい、あっちからも近鉄じゃねえかな、疲れてるな。はい、近鉄でした。近鉄しか来ないよ。でも何も知らない近鉄は当たり前のようにクラクションを鳴らしていくわけです。7603、こちらも LED の、最初が LED の車両ですね。これで一応、生駒方面はコンプリートで、コンプリートじゃないや、実施しましたんで、これから貫通していくのは、もうこちら側ですね。はい、コスモスクエア方面のみということにしたいと思います。はい、3万円です。ダメー。ダメー。勝手な話を。あまりにも来なかったので。調べてみたんですね、運用、どう結局調べちゃったっていうのも面白くねえよって。そしたらなんと、朝入港、夕方出港の運用だったということで、いや昼間、現在時刻2時42分とかですね、もう走ってないということで、もう諦めて24系で、そして2000系が来たらもう終わりということでいいですかね。終わりでいいでしょ、これ。来たよ、普通に来た、当たり前のに来た。2000系の30番台ですね。こちら谷町線からの転属車両ということで、わー、きったねー、掃除しろよ、コケコケやん。これ折り返しまっていいっすか。折り返しちょっとら終わるわ。それまで勝手なのかもしれんけど、もしかしたらレアなやつ来るかもしれないので、それ来たら撮ろうかなと思います。
スモスクエア森の宮感じだったのかこれ。これ60やったらマジで死んでる。あー同じやった同じやった2回目や。どんなやってんねん。あー、ドア開けるんだ。ここだけ開くんや。あ、しまった。え、何やったんや。あ、操作の説明みたいなしてんね。一個だけ開くことなんかあるんや。てか、これドア買ってきたんや。ええ音ですね。ええ音、警笛が鳴りましたよ。工場車になりません。見りゃわかるわ。バリバリ試運転って書いとるかな、まあ、そういうの分からないとか間違えて乗っちゃわないようにするためのやつですね。これそういえばいいけどこれ400は見えんかったけどこれ実測やからこれ400これ400やろこいつ400だよ。はい400見えました。イエーイ見えた。イエーイ勝ちましたよ。帰ってきたよ元気。いやー、やっぱいいですね、古いやつは。まだ聞かないでくれてる。あの時の一番何だったんだっていう話ですけど、正しい取り方がわからないな。まだに。おやっぱこの音ですよ、聞いた時は。そしてバックっていうね。決めてた。はい、じゃあこの動画ここまでということになります。ご視聴ありがとうございました。